安倍かな子はフランス在住の日本人指揮者である。大阪市に生まれ2歳より母からピアノの手ほどきを受ける。総愛音楽教室東京芸術大学音楽学部附属音楽高等学校東京芸術大学音楽学部作曲家を経てパリ国立高等音楽院に入学し7つのクラスを修了する。これまでに作曲を長富正幸。 ピアノ伴奏法をジャンケルネール、還元楽法をマーク・アンドレ・ダルバビ、楽曲分析をミカエル・レビナス、指揮法をフィルスト、ヤーノシュ、ナジジョルト、エトベシュペーテル他に支持している。2005年にパリで現代音楽アンサンブル、ミュルチラテラルを創設、音楽監督に就任する。2006年には第50回ベネツィア・ビエンナール現代芸術祭に招待され、 ミカエル・レビナスのオペラを指揮したほか、2014年までに90作を超える新作の初演を行っている。2008年から2009年にかけては、モンペリエ国立歌劇場を副指揮者として、ローレンス・フォスター、イェジー・セムコフ、アラン・アルティノ・グリュ、エンリケ・マッツオーラ等の指揮助手を務める。また、モンペリエ国立館の演奏会やオペラ公演を数多く指揮する。 2010年10月には、チューリッヒ歌劇場でのマーク・アンドレ・ダルバビのオペラ、ジェズアルド世界初演の副指揮を担当した。2014年には、ファビオル・イージの副指揮者として、アルフレード・カゼ・ラのオペラ、ヘビ・オンナの公演に携わった。現在までに、指揮者、ピアニストとして、竹光・トールピアの作品集を含む5枚の CD をリリースしている。 また、ラジオフランスなどでのラジオ録音も定期的に行っており、2012年に録音した、ラジオオペラ、幻覚の夜は、イタリア賞を受賞した。これまでの、主な客演先は、モンペリエ国立還元楽団、ロレーヌ国立還元楽団、コンセールパドルー、ニース公共楽団、カーン還元楽団、リール国立還元楽団、バスク公共楽団、 パリ国立高等音楽院管弦楽団、アンサンブル、L、イーティネレア、スマッシュアンサンブル、アンサンブルゼリグ、オーケストラニッポニカ、東京シティフィルハーモニック管弦楽団など、2011年3月の東日本大震災、勃発後、4月10日に、国際連合教育科学文化機関パリ本部国際、第1会議場にて、チャリティ演奏会を企画、実行委員長として、 有志音楽家からなるジャポネードオーケストラを指揮した。2013年より日仏現代音楽協会代表。2014年よりインドネシアユース交響楽団の音楽監督並びにムジカユニバーサリスの芸術監督を務める。ありがとうございます。